水流寺は、滋賀県大見八幡宿内町にある日練習の寺院。日蓮宗唯一の門跡寺院である。八幡山山町、八幡山城本丸跡にあり、豊臣秀寺の菩提寺でもある。佐藤氏は、実施のいない弟、豊臣秀吉に、長男の秀寺を養子として出していた。しかし文読4年、秀寺は、秀吉と対立し、実居先の高野山で自害してしまった。 その後、秀次の妻子は三条河原野で処刑され、サトシの夫であり、秀次の実父である、三好吉坊も、流刑となった。唯一残されたサトシは処刑された子や孫の菩提を、弔うために出家し、以前から帰えしていた日蓮宗による寺院を建てようと、したところ、文禄5年、話を聞いた、御用税天皇より、佐賀の村雲の手立ちと、随流寺の事故を、事業宣告、 菊門、死位を賜って創建された。これにより随隆寺は、日蓮宗寺院で、唯一の門跡寺院及び直眼所となり、別名を村雲御所と称して、以後、代々王女や、区家の娘を勘寿として迎えた。江戸時代には佐賀から西陣に移転する。その後、天明八年の天明の大化により全焼するが、中高の祖、旧西。 ヒ尊ンが文政7年から28年の歳月をかけて再建を果たした。1961年、11世、日常二の第二京都今出川堀川から、秀次ゆかりの八幡山城市に、寺地を移したが、日常には、その完成を見ず宣言。その後、1968年に新参したのが、小笠原市出身の12世、日英二である。 家庭の不幸から出家に追い込まれた日英には、以後の生涯を、随流寺の再建に捧げた。その後を継いだのが、宝塚歌劇団卒業生であった、桜久子こと十三世、日王にである。日王には2002年3月20日に89歳で、宣言するまで随流寺の再建に寄与した。十四世、日朝にまでは二層であったが、現重十五世は、 南宋の和志津日栄漢寿である。豊臣秀治の命日の7月15日には、八幡山で供養が行われる。なお、秀治の首塚と秘宗人の墓は、京都の吉政寺にある。秀治の幼児最小たち39人及び、玉物死した家臣10人の墓と秀治の五輪塔が、京都の随仙寺にある。また、秀治が切腹した高野山には、秀治の墓所がある。 歴代門跡は、海山である秘襲に加えきである、御用税天皇家のいずれかの血脈であるものが多い。日蓮宗は1941年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。京都から移築された本堂などが残っている。ここから望む大見八幡市街地や琵琶湖の景観は、絶景と言われる。八幡山城西の丸から、 琵琶湖方向の眺望、ありがとうございます。